アイア人国家イスラエルと周辺アラブ国家間の戦争。1948年から1973年までに大規模な戦争が4度起こり、それぞれ第1次第4次に分類される。イスラエルとエジプトの和平などにより国家間紛争が沈静化した以降もパレスチナ解放機構などの非政府組織との軍事衝突が頻発している。 アメリカイギリスフランスがイスラエルにソ連がアラブ側に対し支援や武器を供給していたことから代理戦争の側面も含むただしイデオロギーより中東地域の利権や武器売買などの経済的な動機が重きを占めていたそのため初期にイスラエルに支援や武器供給したイギリスフランスは第三次中東戦争以降石油政策などからアラブ側に回りさらに 中国やイラン革命後のイランが武器供給や軍事支援においてアラブ側に入り込むなど大国や周辺諸国の思惑の入り混じる戦争でもある。また双方の宗教の聖地であるエルサレム、ヘブロンなどの貴族問題の絡んだ宗教戦争の側面もある。今でもイスラエルとアラブ諸国は犬猿の中でテロは絶えず、イスラエル人は 新米サウジアラビアやクウェートでさえも入国できず、国交のあるエジプトとヨルダン、アラブ首長国連邦、バーレーン、スーダンのみしか入国できない。パスポートにイスラエルの入国スタンプがあるだけで、アラブ諸国では入国拒否されるほどで、旅行者はイスラエル入国スタンプを別紙に押せば回避ができる。また、イスラエルオリンピック委員会、サッカーイスラエル代表は、 アジアオリンピック評議会、アジアサッカー連盟から、ヨーロッパオリンピック委員会、欧州サッカー連盟に移籍している。パレスチナは長い間イスラーム国家の支配下だったが、この地に居住するイスラム教徒とユダヤ教徒、キリスト教徒の三者は共存関係を維持してきた。しかし19世紀末、ヨーロッパでは、パレスチナ帰還運動が起き、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国で、 離散生活していたユダヤ人によるパレスチナ入植が始まった。当時のパレスチナを支配していたのはオスマン帝国であり、こうした入植は規制されなかった。ドレフィス事件などの影響もあり、パレスチナ入植のユダヤ人の数は徐々に増え始めた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると中央同盟国側に立って参戦した。 オスマン帝国に対し、協商国側のイギリスが侵攻を開始した。イギリスは諸民族の混在する中東地域に目をつけ、核勢力を味方に引き入れるため様々な協定を結んだ。まず、1915年10月には、メッカ大使であるアラブ人のフサイン・イブンアリーとイギリスの中エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとの間で、フサイン・マクマホン協定が結ばれ、 中東地域のアラブ人の独立支持を約束した。ついで1916年5月には秘密協定としてイギリス、フランス、ロシアの間でサイクスピコ協定が結ばれ、この三国によるオスマン領中東地域の分割が決定された。さらに1917年11月にはイギリスの外務大臣アーサー・バルフォアがバルフォア宣言を発し、 パレスチナにおけるユダヤ人の居住地の建設に賛意を表明した。この三つの協定はサイクスピコ協定とフサインマクマホン協定の間でわずかな矛盾が生じる他はどれも相互に矛盾しているわけではない。しかしこれらの協定は結果的に戦後の両勢力の不満を増大させ中東戦争の大きな原因の一つとなった。 オスマン帝国が第一次世界大戦に敗れると、帝国が支配していたパレスチナは結局イギリスの委任統治療として植民地化された。イギリスの委任統治療となった後も、ユダヤ人の移民は増加し続けた。バルフォア宣言で、ユダヤ人の居住地の建設に賛意を示していたこともあり、イギリスは初め入植を規制しなかった。しかし、 入植ユダヤ人が増加するに従い、アラブ人との摩擦が強まっていった。アラブ人はイギリスに対して入植の制限を求めたため、イギリスはアラブとユダヤの板挟みに合うこととなり、戦艦期のパレスチナではユダヤ人、アラブ人、英軍がたびたび衝突する事態となっていた。こうした中、1937年には、 イギリス王立調査団がパレスチナをアラブとユダヤに分割して独立させるパレスチナ分割案を提案した。この案ではユダヤ国家が北部のハイファやテルアビブを中心としたパレスチナの約20%の土地を与えられ中部、南部を中心とした残りの80%はアラブ側に与えられることとなっていた。またエルサレムとベツレヘムを中心とし海岸部までの細い 回廊を含めたパレスチナ中部の小さな地域は委任統治領となっていた。この案をユダヤ側は受け入れたがアラブ側は拒否しパレスチナの独立は第二次世界大戦後まで持ち越しとなった。第二次世界大戦期にはナチスドイツの反ユダヤ政策によりシオニズム運動はより盛んになった。戦中戦後に発生したユダヤ人難民のうち相当数が 約束の地パレスチナを目指したため、ユダヤ人の入植は急増しアラブ人との摩擦は、ますます強くなった。1947年2月7日、両派による武力衝突が頻発する中、事態収集を困難と見たイギリスは、パレスチナの委任統治を終了させる意向を表明した。イギリスは1947年4月2日、国際連合に、 パレスチナ問題を提訴した。国連は1947年11月にパレスチナを分割し、アラブとユダヤの2国家を建設する決議を採択し、イギリスによる委任統治が終了することが決定した。この分割案は1937年のイギリス王立調査団案に比べはるかにユダヤ人に有利になっており、ユダヤ人国家は パレスチナの56%、アラブ人国家はパレスチナの43%を占めることとなっていた。ユダヤ人国家はハイファやテルアビブなどの大都市及びその間の肥沃な平野を手に入れたが、それ以外の土地の大部分はネゲブの砂漠であった。ユダヤ人側の領土の方が大きいのは、 第二次世界大戦後も続々と流入の続くユダヤ人難民を収容する意図も込められていた。また、ユダヤ国家とされた地域においては、ユダヤ人が55%、アラブ人が45%とユダヤ人がやや優位な状態となっていたが、アラブ国家とされた地域には、 ユダヤ人はほとんど存在せず、ユダヤ人1%に対しアラブ人人口は99%を占めていた。また、エルサレムとベツレヘムを中心とする国土中央部のわずかな地域は国連管理地区として中立地区となる予定であった。ユダヤ人側の大部分はこの決議を歓迎し受け入れを表明したもののアラブ人側は この国連決議を不合理なものとして反発し、ほとんどの組織が受け入れ反対を表明した。この決議案はそれまでもくすぶり続けていた両民族の対立をさらに決定的なものとし、これ以降ユダヤ人とアラブ人双方の間で武力衝突が頻発することとなった。イギリスの委任党治療政府はもはや無力なものとなり果て。 パレスチナは事実上の内戦状態となっていった。1948年5月14日、イギリスによるパレスチナ統治終了の日にユダヤ人はイスラエル建国を宣言した。しかし翌日には分割に反対する周辺アラブ諸国がパレスチナへ侵攻し、第一次中東戦争が勃発、多くのパレスチナ難民も発生した。 1948年5月14日、イスラエルが独立を宣言すると、パレスチナの内戦はすぐさま国家間の戦争と化した。翌5月15日には、イスラエル独立に反対する周辺アラブ諸国が、パレスチナへ進軍し、パレスチナ人側に立って、イスラエルと戦闘を始めた。アラブ側の兵力は、約15万以上。 イスラエル側の兵力は3万弱と言われている。数で優勢なアラブ連合軍はイスラエルを包囲する形で進軍したが、各国間の不信感から連携がうまくいかず兵士の士気も低かった。所詮は、その物的優位によりアラブ連合軍が前線する。しかし、二度の休戦期間の間に、イスラエル軍は部隊を強化することに成功した。 アラブ諸国の足並みの乱れもあり、ヨルダン方面を除き、戦況は次第にイスラエル優位になった。そして、イスラエル優位のまま1949年6月、双方が国連の停戦勧告を受け入れた。イスラエルでは、この戦争を独立戦争と呼ぶ。この戦争によって、イスラエルは独立を確保し、 領土も国連による分割決議以上の範囲が確保された。ただし生徒であるエルサレムは西側の新市街地区しか確保することができず、首都機能は海岸部のデルアビブに暫定的に置かれることとなった。パレスチナにおいてアラブ側に残された土地はエルサレム旧市街を含むヨルダン川西岸がトランスヨルダンに地中海沿岸のガザ地区がエジプトにそれぞれ分割された。 この戦争の結果は、双方に不満を残すものだった。イスラエル側は念願の独立国家の建国に成功し、国連分割決議よりも、はるかに広い領土を確保したものの、肝心のユダヤ教の聖地である嘆きの壁を含む、エルサレム級市街は、イスラム教国であるトランスヨルダンの手に渡り、ユダヤ教とは聖地への出入りが不可能になってしまった。 アラブ側もイスラエルの建国を許し、人口比に比べわずかな領土しか確保することができなかったため、イスラエルに対する敵意を募らせた。終戦後も両勢力の敵対は全く収まらず、以後21世紀に入っても続く、対立の原型はこの時期に形作られた。また、この戦争によって、主にイスラム系のパレスチナ人が多く、 国を追われ、大量のパレスチナ難民となって、周辺各国へと流入した。イスラエルは首都エルサレムへと移転させたが、この移転は、世界各国から認められず、各国大使館は、旧暫定首都であるテルアビブに置かれたままとなった。第二次中東戦争青い矢印は、 イスラエル軍の進路1956年にエジプトでイギリスアメリカによるアスワンハイダムの建設が中止になったため当時のエジプト大統領ナセルは7月対抗手段としてスエズ運河の国有化を発表したスエズ運河運営会社の株主でもあり石油を含む貿易ルートとしてスエズ運河を利用するイギリスフランス両国はこれに反発したそのため 10月、イスラエルを支援して、エジプトとの戦争を先導し、自らは仲裁の名目で介入した。戦争は10月29日、イスラエルによる、シナイ半島侵攻により開始された。空挺部隊、戦車部隊を活用した攻撃により、エジプト軍は、総崩れとなり、シナイ半島の大半は、イスラエル軍が占領することとなった。 イスラエル軍が進撃中の11月5日、イギリス・フランスも軍事介入し、スウェズ運河地帯に上陸した。しかし、この攻撃にはエジプトを支援してきたソ連は、もちろん、イギリス・フランスが支持を期待していたアメリカも含めて、国際的な非難が湧き起こり、11月6日に国連の停戦決議を受け入れることとなった。これが PKO の起源である。 12月になり、国連の調停により、英仏両国はエジプトによるスウェズ運河国有化を受け入れた。エジプトは1957年1月にイギリスとフランスの銀行を国有化し、3月にスウェズ運河の運行を再開した。一般にはスウェズドーランやスウェズ戦争とも呼ばれる。この戦争においてはイスラエルは第一次中東戦争とは違い。 非常にレ度ンドが高く優れた装備の軍によって、準軍事的にはエジプトを圧倒したが、アメリカやソビエトなどの介入により、外交的に敗北し、軍事力の小事以外には何も得るところなく終わった。エジプトは準軍事的に話すところなく敗北したものの、外交によって、戦争目的であるスエズ運河国有化を果たすことに成功し、アラブ世界における威信を大幅に上げ、 ナセルはアラブ世界の名手としての地位を獲得した。この戦争によって最も損害を受けたのはイギリスであり、アメリカソビエトの両大国の介入になすところなく、撤退を余儀なくされたことは世界に名手の交代を強く印象づけ、イギリスの凋楽は決定的なものとなった。以後、イギリスは中東地域において能動的な役割をほとんど果たさなくなり、 1970年代初頭には、残されていたペルシャ湾岸、オマーアンアデンハドラマウトの確保五領から撤退して、この地域から完全に手を引くこととなった。ゴラン高原における、ユダヤ人入植地の建設をめぐって、アラブ側とイスラエルとの間で緊張が高まりつつ、あった1967年6月5日、イスラエルは、エジプト、シリア、イラク、 ヨルダンの空軍基地に先制攻撃を行った。第三次中東戦争の始まりである。初戦でアラブ側は410機の軍用航空機を破壊された。制空権を失ったアラブ諸国は地上戦でも敗北し、イスラエルはヨルダンのヨルダン側西岸地区、エジプトのガザ地区としない半島、シリアのゴラン高原を迅速に占領し、6月7日には、 ユダヤ教の聖地を含む東、エルサレムを占領。開戦わずか4日後の6月8日にイスラエルとヨルダン、及びエジプトの停戦が成立し、シリアとも6月10日に停戦。なお、6日で勝敗が決したため、6日戦争とも呼ばれる。この戦争においてはイスラエルが、その高い軍事能力を存分に発揮し、周辺各国すべてを相手取って干渉した。 イスラエルは、旧パレスチナ地区のすべてを支配下に置いたばかりか、さらに、市内半島とゴラン高原をも入手し、戦争前と比較し領土を約4倍以上に拡大した。しかし国連によってこの領土拡大は承認されず、国際的に公認された、イスラエルの領土は建国当初の領域のみとされた。日本の地図において、現在は、イスラエルの支配下にあるヨルダン川西岸や、 ご覧高原がそれぞれヨルダン及び、シリアの領土として表示されているのはこのためである。また、ユダヤ教徒の悲願であった嘆きの壁を含む、エルサレム級市街の支配権もイスラエルが獲得し、エルサレムはすべて、イスラエル領となった。ただしこの併合も、国際社会からは認められず、後の論争の火種となった。そしてこの劇的な勝利により、イスラエルは、 中東紛争における圧倒的な優勢を獲得した。この優勢は現代に至るまで揺らいでいない。アラブ側においては全くの完敗であり、第一次中東戦争において確保していたパレスチナの残存部分をもイスラエルに占領され、パレスチナからアラブ側の領土は消滅した。ナセルの威信はこの戦争によって決定的に低下し、 もともと足並みの揃っていないアラブ側の混乱がさらに顕著となった。第二次中東戦争においてエジプトが確保したスエズ運河も運河の東岸はイスラエルが占領したため最前線となり運河は通行不能となった。このためヨーロッパアメリカ東海岸からアジアへと向かう船はすべて希望本回りを余儀なくされることとなり世界経済に多大な影響を与えた。 スウェズ運河は、第四次中東戦争が終結し、エジプトイスラエル間の関係がやや落ち着いた1975年に、再開されるまでの8年間閉鎖されたままだった。ただし、イスラエルの存在を認めず、敵対を続けるという一点においては、アラブ側は一致しており、戦争終結後まもない8月末から9月にかけて、行われたアラブ首脳会議において、 アラブ連盟はイスラエルに対し和平せず、交渉せず、承認せずという原則を打ち出した。また、それまでアラブ側国家の支配のもとにあったヨルダン側西岸やガザ地区などのパレスチナ残存地域やご覧高原、市内半島がイスラエルの手に落ちたことで第一次中東戦争を上回る多数のパレスチナ難民が発生した。この後、 イスラエルとエジプトは完全な停戦状態になったわけではなく消耗戦争と呼ばれる散発的な砲爆撃を行う状態が1968年9月から1970年8月まで続いたこの消耗戦争をそれまでの戦争と区別して第四次中東戦争と呼ぶこともあるこの場合は下記の第四次が第五次ということになる 消耗戦争は、エジプト側が、スエズ運河の西岸からイスラエル占領地側の軍に向けて、砲撃を行い、イスラエル側は先制攻撃を基本とし効率的な防御体制を持っていなかったため、優勢なく軍力でエジプトに侵入し、爆撃を行うといった形で行われた。1973年10月6日、エジプトが全戦争での湿地回復のため、 シリアと共にイスラエルに先制攻撃をかけ第四次中東戦争が開始された。ユダヤ教徒にとって重要な食材日の期間でありイスラエルの休日であった。イスラエルは軍事攻撃を予想していなかったために対応が遅れたと言われている。一方エジプト、シリア連合軍は周到に準備をしており第三次中東戦争で 制空権を失ったために早期敗北を招いた反省から地対空ミサイルを揃え徹底した防空体制で地上軍を支援する作戦を取った。このミサイルの傘作戦は成功しイスラエル空軍の反撃を退けイスラエル機構師団に大打撃を与えることに成功した。初戦で市内半島のイスラエル軍は大打撃を受けたことになる。そしてエジプト軍は スウェズ運河を溶かし、その東岸を確保することに成功した。初戦において遅れを取ったイスラエルであるが、反撃にかかるのは迅速だった。ヨムキプールは暗息日であり、予備役は自宅で待機しているものがほとんどだったため、素早い招集が可能だったのである。10月9日より、イスラエル軍による反撃が開始され、まず、シリアとの前線である、 北部戦線に集中的に兵力を投入する戦略が取られた。大量の増援を受けたイスラエル軍は、シリア軍及びモロッコサウジアラビアイラクの応援軍を破り、ゴラン高原を再占領することに成功した。市内半島方面においても、10月15日より反撃が開始され、翌16日には、スエズ運河を逆とか、西岸の一部を確保した。ここに至り、 国際社会による調停が実り、10月23日に停戦となった。10月に勃発したので10月戦争、ユダヤ教の食材日に起きたのでヨムキプール戦争とも呼ばれる。この戦争においては、両者ともに痛み分けとも言える結果となった。イスラエルは最終的には盛り返し、軍事的には一応の勝利を得たものの、 初戦における大敗北はそれまでのイスラエル軍無敗の伝説を覆すものであり、イスラエルの軍事的維新は大きく損なわれた。エジプトは準軍事的には最終的に敗北したものの、初戦において大勝利したことで軍事的維新を回復し、エジプト大統領、アンワルサダとの名声は非常に高まった。さらに初戦においてではあるが、エジプトが勝利し、 イスラエルが敗北したことにより、両国首脳の認識に変化が生じ、エジプトはイスラエルを交渉のテーブルにつかせることに成功。後のキャンプデイビッド合意に結びついた。なお、アラブ各国はこの戦いを有利に展開するため、イスラエルがスエズ運河を逆途化し、イスラエルが優勢になり始めた10月16日、石油輸出国機構の中東6カ国が、 原油価格を70%引き上げ、翌10月17日には、アラブ石油輸出国機構がイスラエルを援助する、アメリカとオランダへの石油の金融を決定し、さらに非有効的な西側諸国への石油供給の段階的削減を決定。石油戦略と呼ばれる、この戦略によって、世界の石油の安定供給が脅かされ、原油価格は急騰して、世界で、 経済混乱を引き起こした。第一次オイルショックである。これによって、もともと1970年代に入り原油価格への影響力を強めていた。産油国はオイルメジャーから価格決定権を完全に奪取し、それまでのオイルメジャーに代わり価格カルテル化したオペックが原油価格に決定的な影響を与えるようになった。また、これによって、それまでより、 はるかに多額の資金が産油国に流入するようになり、産油国の経済開発が進展することとなった。4度の戦争を経過するにあたり、中東各国はまず、アラブ連盟を結成し、イスラエルへの対抗姿勢を示すことでは一致した。また、イスラエルや西側に対抗するために、ソビエト連邦との関係を強め、あるいは、エジプトのナセル大統領の提唱した反アラブ主義に、 基づいて各国が合併や連合したが、産油国と非産油国の思惑は常にすれ違い、こちらはいずれも失敗した。連合した国と、期間第四次中東戦争以後、イスラエルとアラブ国家との本格的な武力衝突は起きていない。いくつかの理由が挙げられるが、第一に、ナセルの後を引き継いだ、サダトエジプト大統領は、反イスラエル路線を転換し、 1978年3月に単独でキャンプデイビッド合意に調印したためである。かつてアラブの名手を自民し中東戦争を戦闘で進めたエジプトの離脱はアラブの連携を崩した。エジプトはアラブ連盟の名手であったが1979年にはこの和平を理由として連盟から追放されてしまい1990年まで復帰を許されなかった。 サダとは、イスラエル首相のメナヘム・ベギンと共に1978年度のノーベル平和賞を受賞したが、1981年10月、イスラム復興主義者により暗殺された。第2に、1979年にイランで起きたイスラム革命である。イスラム原理主義による国政を目指す勢力が、国王を国外追放して、政権を握ってしまったことは、 社会の近代化を進めようとするサウジアラビアなどのアラブの王国にとって脅威であった。アラブ諸国は革命が自国に飛び火することを恐れイランに対する締め付けを図った。それはイスラム革命の世界的広がりを恐れるソビエト連邦を中華人民共和国やアメリカ合衆国なども同じであった。1980年アラブを代表して 国境を接するイラクがイランとの全面戦争に突入し、アラブ各国をはじめ、米ソもイラクを支援した。こうして、イスラエルの敵対勢力は、アラブ国家から非政府運動組織である、パレスチナ解放機構などへと移行し、正規軍同士の戦いから、対ゲリラテロ戦争へと変化していった。PLO はファタハが加わって、痩せるアラファトが、議長になると、 その指導の下で国際連合総会オブザーバーの地位を得るなど事実上のパレスチナ自治政府としての地位を確立した。イスラエルが1982年に行ったレバノン侵攻とそれに続く諸勢力の内戦はアラブ側では第5次中東戦争と認識されている。この戦いではレバノンの覇権をめぐってシリアとイスラエルが介入し、 当時レバノンを拠点としていた PLO は、双方から排除を受けて、チュニスに移転した。この戦いではイスラエルは、軍事的優勢を保ち、レバノンの首都ベイルートにまで侵攻したものの、目的である親イスラエル政権の樹立に失敗した。さらに、それまでのイスラエルの戦争は自衛、もしくはそれに類すると少なくとも、イスラエルでは考えられており、 戦争に対しては一致団結していたものが、このレバノン侵攻に関しては差し迫った国家の危機があるわけではなかったため、イスラエル世論は戦争の継続に否定的だった。こうした中、イスラエル軍は消耗戦へと追い込まれ、泥沼化する情勢の中で撤退に追い込まれた。ただし、レバノン南部への駐留は続行し、この地域からの撤退は2000年になるまで持ち越された。 1987年12月9日には、ガザにおいて、イスラエル軍に対する大規模な抗議行動が起き、以後イスラエル占領地域や、難民キャンプのパレスチナ人が、PLO への期待の薄れから自ら抵抗運動を行い、イスラエル軍との軍事衝突が頻発した。これを指して、第一人ィファーダと呼ぶ。 イラン・イラク戦争後の1990年、イラクはクウェートに侵攻、翌1991年には、アメリカとの湾岸戦争に突入した。アラブ諸国は、アメリカ主導の多国籍軍に参加し、アラブ同士が対立する結果となった。また PLO は、成り行きからイラクを支持したために、アラブ諸国からの支援を打ち切られ、苦境に立たされた。1991年に、 中東和平会議が開かれ、1992年6月のイスラエルの総選挙で和平派の労働党連合が圧勝。1993年、アメリカ合衆国大統領に中東和平を重視した民主党のビル・クリントンが就任すると、前年にイスラエル首相となったイツハク・ラビンと共にアラブ各国への根回しをしながら和平交渉に乗り出した。9月、 PLO とイスラエルが相互承認した上でパレスチナの暫定自治協定に調印した。これによってヨルダン川西岸とガザ地区はパレスチナアラブ人の自治を承認した。協定は1994年5月に発行してパレスチナ自治政府が設立されアラファトが初代大統領に就任したがラビンの和平路線は国内の極右勢力から憎まれた。また、 イスラエルの存在を認めた PLO に対し、パレスチナの過激派からも不満が出た。1994年7月、ラビンは、パレスチナの国際法上の領主ヨルダンとの戦争状態集結を宣言し、10月にイスラエルヨルダン平和条約を結び、その直前にラビンは、アラファトと共に、ノーベル平和賞を受賞した。1995年3月には、 ゴラン高原をめぐって、シリアと直接交渉を開始、イスラエル軍が段階的に撤退することとなり、ゴラン高原は国連の監視下に入った。9月、イスラエルと PLO はパレスチナの自治拡大協定に調印し、パレスチナのアラブ国家建設への道が築かれた。1995年11月、ラビンは極右のユダヤ人青年に射殺された。 また1996年2月から3月にかけ、パレスチナ過激派がイスラエルでラビン暗殺に抗議する爆弾テロを引き起こし、和平はついに暗礁に乗り上げた。PLO は4月に民族憲章からイスラエル破壊条項を削除し、和平維持を望んだ。9月、エルサレムでアラブ系住民が暴動を起こし、イスラエルは軍を持ってこれを鎮圧した。 1997年、イスラエルは、パレスチナのヘブロンから撤退する一方、アラブ人の住む東エルサレムに、ユダヤ人用集合住宅を、強行着工。国連は二度の緊急総会を開いて、入植禁止を決議するに至った。ところが、イスラエルで爆弾テロが起こり、アメリカは和平継続を求めて、中東を歴訪した。アラブ各国は、 中東和平交渉の再開に賛成し、一応の安定を見た。1999年、PLO はパレスチナ独立宣言を延期。イスラエルはシリアと和平交渉に就いた。2000年にパレスチナ村の完全自治移行を決定した。しかし、聖地エルサレムの帰属をめぐって交渉は決裂した。イスラエルの右派政党党首、アリエル・シャロンはエルサレムの 神殿の丘を訪れ、パレスチナ人の感情を逆なでする行動を取った。これを機に、パレスチナ全域で反イスラエル暴動が起こり、中東和平はここに崩壊した。アラファトは、親族の汚職疑惑などで、PLO やパレスチナ自治政府における、求心力を失っており、テロを抑止することができなかった。二0一年三月、イスラエル首相に就任したウハシャロンは、PLO や、 武装勢力ハマースを自爆テロを引き起こし国内を混乱させている勢力であるとみなし、その幹部殺害を始めた。また分離フェンスを設置し、パレスチナ側から避難を招いた。その結果パレスチナ側は自爆テロをエスカレートさせた。2002年に、サウジアラビアのアブドゥラービンアブドゥルアジーズ国王は、イスラエルの占領地撤退と引き換えに全アラブ諸国は、 国交正常化するという前代未聞のアラブ和平イニシアティブを提唱してアラブ連盟に全会一致で可決させイスラム諸国会議機構全加盟国の指示も受け当時のイスラエル国防大臣だったベニヤミン・ベンエリエゼルもシオニズム運動史上最大の成果と絶賛した2004年にアラファトが死去後を継いだマフムード・アッバースピー・エルオ議長が パレスチナ自治政府の二代目大統領に就任、ヌアクショットからインドネシアまで全アラブイスラム諸国がイスラエルと和平を結び、国交を正常化するとしてアラブ和平イニシアチブの受け入れの要求をイスラエルの各主要新聞で大々的に宣伝した。一方、ガザ政府のハマースはイスラエルの承認になることからアラブ和平イニシアチブに否定的であり、 ファタハと統一内閣を作る際も、アッバースから、アラブ和平イニシアティブへの態度を改めるよう、要請された。2006年7月、イスラエルのレバノン侵攻により、アラブ諸国がイスラエルを非難。2008年12月27日、ガザ地区を実行支配するイスラム原理主義組織、ハマースとイスラエルとの間に戦争が勃発。 2009年1月18日まで戦争は続いた。アラブ諸国は、この戦争をガザの虐殺と呼び、イスラエルに対する憎悪が高まっている。ハマースとの停戦条約は締結されておらず、また、イスラエルによるガザ地区の封鎖継続は、2010年現在に至るまで人道危機を引き起こしている。2011年9月には、アッバース大統領が、 パレスチナ自治政府の国連への加盟申請を表明2012年11月29日には国連総会においてパレスチナをオブザーバー組織からオブザーバー国家に格上げする決議案が賛成多数で承認されたこれに反発してイスラエル国内ではパレスチナ排除を主張する極右勢力が伸長し緊張が高まっている年末には長期化している シリア内戦における戦闘の砲弾がイスラエル領内に着弾。これにイスラエル軍が警告射撃を行う事態も発生している。エジプトではサダトの親イスラエル路線を継承して30年間大統領職にあったホスニー・ムバーラクが2011年のエジプト革命により退陣、ムスリム同胞団出身でパレスチナ寄りのムハンマド・ムルシーが新大統領に就任。 ハマースへの経済制裁の緩和を行った。しかし2013年にムルシー政権が軍部のクーデターにより倒されると、再び親、イスラエルに回帰した同国にてガザへの密輸規制が強化され、結果弱体化したハマースが主流派ファタ派に接近、パレスチナ巨国一致政権が発足した。これに反発したイスラエルが翌年に再度ガザに侵攻した。 2017年、ドナルド・トランプ米大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認定し、米大使館をテルアビブから移転すると表明。2019年には、ゴラン高原におけるイスラエルの主権を認める文書に署名を行うなど、和平の仲介役を務めてきたアメリカの中東政策を大きくイスラエル寄りに方針転換しており、パレスチナ側やイスラム教徒の反発を招いている。 2020年にはアメリカの仲介でバーレーン、アラブ首長国連邦、スーダン、モロッコが相次いでイスラエルとの国交正常化を合意。これに反発したハマースとイスラエルの軍事衝突が発生している。ありがとうございます。